1946年のジョンソン・ピート・ジョンソンは、北米のブギウギジャズ・ピアニスト。音楽記者、トニー・ラッセルは、著書・ザ・ブルーズ・フロム、ロバート・ジョンソン・ツー、ロバート・クレイで、ブギウギトリオの他の二人のメンバーと、同様、ジョンソンは、超絶技巧とメロディーの豊かさを誇り、ブギウギを楽しいものにした。バンドでやるのも好きだった。伴奏するときは、歌手よりで喋ることはなかったと書いた。 アルミューズイックのスコットヤナウは、ジョンソンは、ミードルクス・ルイスやアルバート・アモンズと共に、ブギュウギュのサンバガラスで、1930年代以末に、突然脚光を浴び、ブギュウギュを流行らせたと書いた。レスター・ヤングなどと、1940年1904年、ミズーリ州カンザス市で生まれる。1922年に、ドラマーとして、キャリア開始。 1926から1938年、ピアニストとして頻繁にビッグ・ジョー・ターナーと共演した。1936年にジョン・ハモンドと出会い、ニューヨークのダンスホールフェーマスドアと契約。1938年、ターナーと共にカーネギーホールのフロム・スピリチュアルズ・トゥ・スウィングコンサートに出演して、ロール・エム・ピートを演奏した。 その後ブギウギの人気が爆発した。この時期、ターナー、ミードルクス・ルイス、アルバート・アモンズとツアーや録音を行う。ルイス、アモンズと共に短編映画、ブギ、ウギードリームに出演。ターナーと共作し、ターナーが歌った、ロール・エンピートは最初のロックンロールレコードの一枚。ターナーとは、ジョンソンターナー・ブルーズも録音。1949年。 両面シングル、ロケット88部義を録音。1951年のアイクターナーのヒット、ロケット88に影響を与えた。1940年代後半に、初期のコンセプトアルバム、ハウスレントパーティーを録音。新築の家で、ジョンソンが一人で演奏していると、JC ヒガンバスム、JC ハードや他のカンザスシティのプレイヤーがやってき。 それぞれのソロ演奏があった後みんなで合奏するという趣向。ジョンソンはストライド奏法をたっぷり披露した。1950年、ニューヨークのバッファローに引っ越し、この時期に金、健康、指の一部を失い、心臓発作で渾水状態になったが、その後も録音を続け、1958年に JATP でヨーロッパをツアーした。 最後の公演は1967年1月のスピリッチルズ2スイングコンサートだった。1967年3月にバッファローのマイヤー病院で62歳で死去。ありがとうございます。